えー、スケマルです。さあ本日はえっ、ー、とおっかけラボの新メンバー募集のちょっと話をしていこうと思います。ということでえっ、ー、とリコさんに来てもらってます。お願いします。あリコです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやどうですか最近元気ですか。<laughs> 元気ですよ <laughs> いつでも <laughs> いつでも元気ですか。<laughs> ね暑くなってきましたねあったくなってきましたね。 本当ですね。でも結構今年なんか雨が多いから。ね、あ、そうですか,かあ、まあ、一時強多かったですね。ちょっと最近。なんかここ最近結構こっちはゲリラ豪雨みたいな感じでいきなり降ってすあ、そうなんですね。ててすはい。えー。まあ、やっぱちょっと住んでる場所によって違うもんですね。うん。はい。まあ、あのー、我々そんなにこう、実際にね、あのお会いしたことはないんですけども。<laughs> そうですね <laughs> 2 2回ぐは,はい、はい、でもまあその国っかけラボまあも,もともと情報局として始めた時からは結構時間も経ってると思うんですけどもはいおかげさまで2年ちょっとぐらい経ちました、うん、いや本当ありがとうございますもうこちらこそありがとうございますということで今年もですね、えっと、新メンバーを <laughs> 募集しようかなということで しようかなというかしてるんですけども <laughs> <laughs> 知ってました新メンバー募集してしもちろん知ってますよ <laughs> ちょっとあのペイジュンさんとジャムジャムさんと大盛り上がりの回も全部最後まで聞かせていただきますはい、はい、最後まで聞いたんですか僕最後,最後まで聞いてないですそうですかありがとうございます、はい、というねことなんですけどやっぱあの動画を出してからこうパッタリと応募は来なくなったんで、うん、これを <laughs> これはいかんということであのちょっと急遽ねりこ <laughs> さんに協力して頂い,いて <laughs> えっといい、ね、<laughs> まあその今年はでも本当にねあんまり人が今のところ応募がなくてですねそんなになので、はい、ちょっと切実にあの来てほしいなと思ってる次第なんですけども、はい、なんか結構ねこう最初入られた時は まあそのとやっぱりこう活動していくとまあご自身の状況まあ皆さんねあの変わってきたりするじゃないですか就職まあ会社のねいろんなことがあったりとかでなかなかねここ今いるメンバーがこうなかなか投稿がまあ忙しい方多くてまあできないっていう形も結構あるのでちょっとねこうあのチャンネルが盛り上がってもらうためにもここでちょっとこう人が来ていただけたらなと思ってまして。 そうでですすねねね仲間多多いほどいいいいいほほどど覚えれないこれ誰やったっけこの人っていうぐらいがいいですからねとにかく人は今,今みんなわかりますねなので <laughs>、まあ、このどういうなんだろうな推しグループが、まあ、まあいてもいなくてもというか、まあ、その特定のじゃなくてもいいですし、うん、まあ興味ある方はちょっとこう気軽にね あの応募していただけたらなと思うんですけども、うん、あのこ,ここでちょっと莉子さんが当時ですね応募してくださった時のこう、はい、経緯というかこう、うん、やっぱ迷ったりとかあったのかなっていうのを話を伺いたいんですけどいやー迷ったっていうかその、はい、私もともとはその裏方の方に応募してたじゃないですか。はい、あそうでですねはいで あの自分が表に出るとか一切もう全くそんなこと思ってもなかったんでなんかその面接の時になんか YouTube やるとか興味ありますかみたいなことをあの言われた記憶があるんですけど、はい、いやそれは滅相そうもございませんってはい、はい、全くそんな気はさらさらありませんみたいなお返事をした記憶があってはいだから全然そんなこと考えてなかったですようんはいそうですよね<も>そんな感じでしたよね はい。で、なんかそれから、<laughs> 多分そのお話をしてから2ヶ月後ぐらいに、その、追、はい、っかけんの方で正式に、あの、追っかけ情報局員募集っていう動画が上がって、はい、で、その時に、その時まで多分考えてなかったんですけど、自分で YouTube やりたいとか、その後も。はいうん、ですけど、それ見た時に、はい、うんなんか、 なんか、せっかく、せっかくっていうのも変だけど。はい。なんか、ピント来た、ピントは来てないです。わ <laughs> かんない、わかんないですけど。<laughs> これだってなったんですか <laughs> いや、全然ピント来てない。そういうわけでもい、ね。間違えました。全然ピント来てないけど、なんかそのね、スケマさんと面接でお話させていただいたりとかして、なんかそういったご縁もあって、っていうのを考えてて。はい。はい すっごい勇気がいったんですけどやってみようかなって思ってであの時はやっぱり、はい、あの「ザファースト終わったばっかりだったんで怖くても進め精神がすごかったんですよはいはい、はい、<laughs> 確かにあの BMSG をしてる人で、うん、あの送ってくれた人は、はい、結構その精神あった人多かったですねその <laughs> そうそうそう、うん、だから、ま、迷,っ迷ってるけどもういてまいみたいな、うん、<laughs> そうそうそうだからその <laughs> 多分私にはできないだろうなって始める前は思っていて、はいうん、一回やって挫折するかもって思ってたんですよ、うん、はいはいはいでまあでもそうだったとしてももう、うん、そうそれこそ当たってくだけろじゃないけど怖くても進めっていうので、はいうん、めちゃくちゃ勇気出して履歴書送ったっていうのが最初です、うん、ああなるほどなるほど、うん、まあそのああでや応募しとけばよかったなとかって思うぐらいやったら そうそうそう実際その追っかけ情報局が始まって、うん、なんか、うん、ああ私もやればよかったなとか思うかもしれないじゃないですかわかんないけど、うん、確かにそうそうなった時にはやりたかったなとか思うぐらいならやってみようって、うん、まあねその採用されるかもわかんないしっていうところで最初は本当に勇気出して送ったって感じですねめちゃくちゃ震えてましたもん震え <laughs> <laughs> てて 勇勇気気いいりります、ね、りますすすよよねねそそうでのつユーチューブを始めるっていうハードル、うん、始めるというか、うん、その、うん、やったことないのにやるっていうハードルと、うんはい、誰かわからんやつらの仲間になるっていうね2つハードルは特に今から応募してくれる方なんかすでにこうコミュニティがある中に入るっていうところで言うと。 そのうん、まあそうですね。まあ、アルバイトもねオープニングスタッフの方が集まりやすいっていうのもあるじゃないですか、うん、だからこう入っていくのってのは結構勇気がいるかなとは思うんですけどもあでもその2番目に関しては全然何の心配もない気がしますけど、うん、あそうですか、ね、そのコミュニティに入りづらいとかは多分っていうのは絶対ないと思うんですけど、はい、いやーどうですかね。意地悪なな人多くないでですすかか<あ>大丈夫ですかえどこに <laughs> <laughs> 追っかけラボにですか見たことも聞いたこともな,ないですあそうですかなるほどうんまあいや本当だからその一つ目ですよね YouTube で話す<ー>話すというか、はいね、そこは本当に緊張しますよね,ね今はど今はどうですかそのもう慣れ 今はさすがに緊張はしないですけど、はい、そのやっぱりその、一人で家にいるところで、モチベーションっていうかテンションを上げて話すっていう、そのなんか気分を高揚させるってところが、こう、頑張ってます。 確かにね、<laughs> 頑張ってますっていうか <laughs> はいだからね一人で話してるとか <laughs>、うん、家族と話してるのとはやっぱりトーンが違うじゃないですか、うん、でそこの気持ちを作るのを、うん、はいなんかねその時に話をするアーティストの楽曲を聴いたりとかしてからやってます。うん、確かにね一人で喋っててそのトーンが普通に友達と話してるトーンであったり家族と話してるトーンとかだとあの、うん、聞いたらクラってなりますもんね。 そうですよね。だから、私、これもう、私は声でかすぎるんで、私のこと全然参考にしないでほしいんですけど、聞いてる方私だって、家の外まで声聞こえてるらしいんですよ。じゃあ、音ょっと、ち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 っと、ちょっと、ちょっかちょっと、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 ちょうと、ちっと、ちょ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 っと、ちっと、ちょっかちょなと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちでっと、ちうっと、ちょっと、ちょっと、ちょなと、ちょと、っと、 そうなんそうですよねモードというか自分の中でこ,う、はい、このチャンネルっていうのを見つけて、まあ、そこでやっていくってことになると、うん、まあそうですよねなかなかそのなんだ調整っていうのは難しいかもしれないですね。すねやるならやるみたいな感じになっちゃいますもんね。まあうん そうですね。だから私的には、うん、その話をするための気持ち作りっていうところが、うん、なんか一番大変かな。うん、いやわ<の>かりますわかります。非常に、うん、そうですね。確かになんか追っかけラボまあ追っかけくんまあ全部僕の知ってるこの YouTube のあの皆さんは、はい、傾向としてですよ。これあくまで傾向としてですけど、はい、あの暗い人ほど収録の時に。 割と明るくなってて、普段めっちゃ喋る人ほど収録の時にぐ,ぐつぐつになってるっていう感じ。<laughs> <laughs> 傾向な気もするんですよね。<ー>いや全員が全員ではないんですよ。んか多分それは、はい、多分そこに向けての覚悟っていうかの方がこう普段おとなしい人ほど必要なんじゃないですか。はい、あ私だってあ、そうかもしれないですね。私本当私生活めちゃくちゃ喋らない方ですよ。はいうん、全然喋らない方です。知ってますよ あ,あ、そう<あ>、そうですよね。あの、だから僕も同じぐらい喋らないですよ。<laughs> そうですね。<laughs> だから、まあ、こう、忘年会とかでお会いするじゃないですか。はい。た、たまたま、その、一番最初の一番目と二番目に待ち合わせに来てたのが僕ら二人じゃなかったから、よかったけど。 僕とリコさんがさ1番2番で行ったら多分ずっと黙ってるでしょうね <laughs> 他の人来るまで無言無言の可能性がありますからねだからそう,そう <laughs> いう人でも逆に言ったらね、はい、やれるってうことですよね,すね <laughs> いやそうですよねまあそうですねまあや,やってしまえば意外とこうなんかあこんな感じかというのはありますけどねうん。 うん、自分はこんなに声が出たのかとか思いますね。そうですよ外まで聞こえるぐらい、うん、<laughs> それはなんか人 <laughs> 違う問題もありそうなんですけどそう実際にこう YouTube あの配信するにあたって、はい、その結構そんハードルはもちろんその喋る方はねやってみないとこれでも普通の人は誰でも。 誰でもっていうかまあやる気になればできることだと思うんですけどまあそんなに難しくない今やいろんな人が YouTube やってるじゃないですか別に普通の一般の人がたくさんやってるから好きなことを話すみたいなことはまあ割とねできるかなと僕は思うんですけども頑張ったらですよ、はい、やる気があればこの上げるというアップするっていう技術的な方ってどうですそのそこの心配もありました。そのどううややってやるんだろうみたいな。 そうですね、そもそもその動画の編集とかやったことないし、それがどれくらい難しいのかと思うかも全く見当ついてなくて。はい、はいはいはい。っていう状況から始まったんですけど、だから、はい、あの最初にスケマルさんになんかその編集ソフト とかを伺って、はい、もう今、はい、そのまんまのやり方してるんですけど全然慣れればそこはああの、ね、別にこのチャンネルはすごい編集してるとかでもないし基本自分の画像と背景の画像なのかを、うん、合体させるっていうぐらいだけなので編集が大変とかは多分ないと思うし、はい、あれですよねジャムジャムさんとかスマホでされてるんですよねねそうでですす、ね、スマホでしてますね。うん なので、パソコンがないとできないっていうこともないし、っていう感じですかね、はい、そうですよね、まあ、やって一回覚えてしまえばね、はい、覚えるのもまあそこまで難しいことでも、編集って、あ他の YouTube チャンネルは多分難しいと思います、そうですね、テロップ入れたりとか色々、ね、はいろいろ音つけたりとか。ただ、うちに関しては動画というか、ほとんどが、なんだろうな、まあ、動画と言っても、なんか編集をしてるような動画でもないですし。そうですね、はい まあなのでそんなにねカメラで撮影して見れるぐらいの人やったら大体できそうな気もしますけどね,そうそうねスマホ持ってそうですねだから基本的にはその自分を動画で撮ってるっていうのがほぼほぼメインというかそうですよねはいうんまあなので YouTube のアップロードも意外と簡単ですよねそのあはいそこは多分あのもう 指示に従っていけばいいといけばとうかその作業自体は別に 1, 分でできる気がします、うん、そうですよね。なので、まあ、僕も正直あの収録の時間はその動画によりけりなんですけど普段活動をしている中で、まあ、10分話す,話すものもあれば30分40分1時間話すものもあるんでそこはあのその動画の収録時間によるんですけどそこから編集してアップロードするまでは、はい。 まあ、大体5分ぐらいなんで早っさすがまあさすがというか何もしてない <laughs> からなんですけど<ー>なので、はい、まあうんなので別にそ,そんなにこう大変なことではないのかなとはなるほどまあ慣れたらなんですけど5分ぐらいでできると思うんで、うん、というまあもちろんこう書,きだ書き出すというかそのねあの編集あとは 書き出ししてて動画にしてくださいボンって OK 押してもそこからパソコンが遅かったりとかスマホが遅かったりっていう時間はあるんですけどまあだそこでもしねこう大丈夫かなと思ってる人は意外と簡単にできるよっていうこん、うん、まあ動画もなんかこう結構今 X とかでもショートとか、まあ、簡単なやつとか,なんか切り抜いて流したりとかってしてる人も多いですもんね。 で家族内でちょっと編集した軽い編集した動画とかを共有したりとかもあったりしますしね、うん、最近の、ねうん、孫の孫の動画編集したりとかねなんで孫かかわらんけど、ね、だからあれですよ動画アップロードできるかとかが心配な方は。 はい、自分のチャンネルに1回限定公開でやってみたらよくないですか、自分のチャンネルというかアカウントで。あ実はね、皆さん、確かあやってるんですかあのそれを家族に、例えばなんか子供の運動会の映像とかを家族で共有する、はいはい、家族っていうか、はい、遠くに住んでる家族とかに、みたいな、これで見れるような、URL だけ送ってみたいな感じで。確かにこれ 皆さん YouTube のアカウント持ってる人は実は全員チャンネル持ってるんですもんね。登録者がいないだけでそう,そうそうなんですよ。だからそ,それと全く同じことですもんね、はい、僕らの,このそうですね。だからそこを公開にしちゃうと全世界に公開されるけど、はいうんね、限定公開にすればそこの URL 知ってる人しか見れないので、うん、なんかどういう作業をやるのかなとかいう感じで思われてる方は、一回何かしらの動画を限定公開で。 上げててみるっいいうのが一番イメージ湧きやすいかもしれない確かにそうかもしれないですね。うん、なんかね僕も YouTube これ始めた時に、あのーはい、自分のアカウントアカウントでその Google のアカウントずっと昔から持っててそれは10年以上前から Gmail とか持ってたし、うん、YouTube も見てたんで、はい、で始める時に自分のアカウントに見ててみたらなんか全く記憶にない動画が上がってましたね。10年 2010年ぐらいもっと前かな2010年より昔に自分で上げてたんですねなんか全くかん<ー>身に覚えのないものだから <laughs> <laughs> それは僕の記憶がないだけなんですけどあのそういうこともしてるかもしれないですね皆さんも誰が誰が皆さんも, <laughs> 皆さんも <laughs> 見てみたらあれ10年ぐらい前に動画上げてるみたいな <laughs> もちろんそれも。 あの僕の場合でもそういう非公開になってなかったですけどまああのなんかわかんないけど動画上げてましたねうん <laughs> じゃあ皆さんもあるかもしれないううあ,あるかもしれないですねそういうことが <laughs> <laughs> ないかもしれないですけどない人はやってみても、うん、非公開で上げてみてもいいかなと思いますけど、うん、まあその辺のねあのやり方っていうのはもう本当にあの a 4一枚ぐらいであのあの やり方書いてみれることなんでもうまとめてその皆さんには配布するので、まあ、そんなに難しいことではないと思うのであとはやっぱり一人で喋るっていうところはねなかなかあそうですねそこ慣れるのはちょっとじ、うんうん、そこが一番ハードル高いんじゃないですかねやっぱりうんそうですよねと緊張するしだから私は最初はどういうことを喋るかっていうのを結構丁寧に書いてから喋り始めてたんですけどはい そうするとやっぱりかなり時間かかるんで、うん、それは途中からやめましたけどでも慣れるまではねなんかそういうのがあった方が安心かもしれないし、うん、まあ人によるでしょうけど、うん、なんか収録中とかに無駄に手が動いたりとか何かカチカチしちゃったりとか、はい、パソコンの画面切り替えたりとかしちゃうんで、はい、何もないと一人だと やっぱり何かこう例えば、まあ、リコさんでいうとスケジュールのやつとか何かデータとかがあるとそれに基づいて喋っていくからやっぱまだなんか流れが自分でも見えるというか。はいはい 私はだから絶対先にそういう資料があってまあ言ったらもうなんかプレゼンみたいなもんですよね、はい、パワポの資料を見ながら喋っていくみたいな感じのことを私は毎日やってるので<か> <laughs> 多分そういう意味では私は喋りやすいかもしれない、うん。だから何もなしでテンションだけでやろうとするとちょっと難しい時もあるかなとは思うんですけど。 あでもなんか感想とかはその場の勢いでバーって話した方がなんかとかケースバイケースな気はするけどはいはい、はい、確かにねそのでもそれだと本当は見終わってなるべく早いうちに撮りたいっていうのはありますよねあそうそうそうですねそうですねもう見終わって秒でポチッと自分、うん、の熱がね冷めやらないや、はい、まないうちにというか、はいうん、そうなんですよだからあの 車とかやったらもう車の中で帰り道撮りたいなとか、うん、まあ電車でも電車の中で撮りたいなと思いますもんねその撮れないようにね。ああそうですか。歩いてたりとかしたらまあちょっと撮りやすかったりするんですけどあ<ー>、うん、まあでもそのライブ自体に別に関係ない知り合い YouTube 関係ない、はい 人と行ったりもす家族と行ったりとか友達と行ったりとかもあるから、まあ、そういう時はやっぱりこうそういう人に気遣うから、うん、ごめんちょっと待っててっつってごちそうさまですってこう横で言うのも <laughs> なかなか僕の場合はね <laughs> ごちそうさまです,それ,ですそれはちょっとなかなか恥ずかしいからできないから結局家帰るまで待つってことになる, <laughs> うん,なるんですけどそうですね,そうですねうんまあでも <laughs> ちょっといろんなねこう 不安なこともあるかもしれないですけど、ちょっと、あの、今、本当に人が募集してるので、ぜひ、ちょっと、ちょっとでもやりたいなと思う方がいたらね、不安なことも含めて、あの、メールいただけたらなと思いますので。はい。はい。ぜひ。ぜひ<の>。ぜひって私が送るみたいですけど。はい、え,え <laughs> ぜひってなんか私が送るみたいな返事をしてください。<laughs> そうですねまあ、あのー「よろしくお願いします」というか莉子さんも優しいですからすこうこう見えてこう見えて,どう見,てる <laughs> どう見えてるかわからないですけどあの見ての通り優しいですからどうかな皆さんでも本当に別に嫌な人そん,そんなんというか別にいないですよねそれははいそこだけはそこだけはっていうか、はい、それは安心して頂い,いて大丈夫だと思います そうですね、だから今までこう結構ね人柄も重要視させてもらっててっていうのもあるんですけど別にその,、うん、あの落ちた人というかその選ばれなかった人を選んでない人が人柄が悪いっていう意味じゃなくて合うかどうかというか、うん、これに関しては、うんうん、っていうのでけっ,っていうのもあったんで割とこうなんかちょっとこうなんだろうな陰キャーに近い人が多いかもしれなくないですかうち今。 あ、そ,それはそう思いますね。なんかあの何、はい、でしたっけ、e、？MBTI <TA S 1> 診断。診断あ、そうそうそれですそれ,それね、はい、ちょっとそっちの感じの人が多くないですか？えっとほぼ愛というかその社交的じゃない方内向的によってましたね,そうそうねほぼほぼ全員ちょっとだけなんですよねその外交者は。 そうですよね。だから、それがすごい不思議だなと思いながら、はい、なんかね、こういうことやる人って。なんかもともとすごい、こう人前に立つのが好きでみたいな。感じのイメージがあるけど、うん、意外とそうでもないんだなっていうのをね、すごく感じます。うん、確かに、そういう人ほぼいないですもんね。そうですよね。うん。まあ。なので、そういう。人前に出出たいぜっていう人はもちろん、来ていただいて嬉しいですし。う,んうん、うちに、今。 あまりないなので <laughs> そうじゃないよっていうね、まあ、ちょっと私なんかなみたいな人も別に、まあ、我々も実際そうだったりするのでそうですねだからそういう迷いがあったり自分一人でやるのは不安っていう方の方がこうなんかね、うん、一緒にやる人がいるから安心感もあるかもしれないしそうですね確かにね、はい、僕も一人やったら最初始めるの結構きつかったよなと思うんで。 うん、うん、まあまあこの機会にねえっ、ー、と、はい、ぜひお待ちしておりますのでお待ちしておりますお願いしますはいどんな方でもいいですよねそれはもちろんはいそんな,なん私がなんかケチつけるとかはないんでもちろん <laughs> <laughs> ケチつけるはないですかはいないですようんなのではい あのぜひぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、ではまた実際どんな方来られるか分かんないですけどまた新たなね、えー、と仲間とまた次のね次というか動画じゃないところで次はじゃあ、えー、と来月、まあ、毎月こうリモートでなん、えー、と定例会みたいなのやってるのでそうですねはいそん時に,にん、はい、みんなで仲良くお話しはい はい、そうですねその時にじゃあ会いましょう次ははい、まあ、はいあのそのリコさんもしあれやったらそのあれであの一回審査したいとかがあるんであれば別にいやない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 <笑><笑>あれですけどまあ <laughs> そこはおいおいまたはいよろしくお願いしますおいおいはい、はい、もしあれば言ってください <laughs> ない、はい、ないですないですか審査 え審査、審査というか、まあ審査っていうほどの大したことじゃないんですけど、うん、まあ審査っていうことじゃないんですけど。まあ面接とか。ですかね。それはまあ書類不備とか。ボね、だボスじゃないですって <laughs> 書。書類不備とかで落としてる感じが多いんですけどね、僕でもほとんど。うん、履歴書とかでいうと、何かが書いてない人とか。うん、まあまあ、全然全然、あの、まあ <laughs>。よろしくお願いします。いますということで、あのメールの方にね、はい、履歴書。 添付していただいて送っていただけたらなと思いますのでまあ履歴書自分で書いた写真撮って添付でもいいですし、うん、はいよろしくお願いしますお願いしますはいもう締め切りも残りわずかとなっておりますので日曜日までそうですねはい、はい、ということで残りもう2日になっておりますのでよろしくお願いします、はい、お願いしますではではありがとうございましたまたありがとうございました違う動画もよろしくお願いしますあ、はい頑張ります さん <laughs> <laughs>、はい、え,え、私私じゃないんですか誰に言ったんですか <laughs> いや、他の動画も見てくださいね。よろしくお願いします。あ、そういう意味ですかめちゃくちゃ間違った。<laughs> った <laughs> はい、お願いします。はい、はい。はい。ありがとうございます。あ、ありがとうございました。はい。は